はいどうも。今回はまずこれ。秘境探検の新しいクエストね。うむうむ。日の沼地ってやつ。これ、報酬がいいの？うむ、報酬がいいので、絶対に忘れずクリアしておきたいよ。何がもらえるの？これ。おお、大門くん選べるのね。うむうむ。で、もらったの？速攻もらった。で、こうなった。おお、大門くんついに神話か。うむうむ。これでかなり強くなった。と信じたい。ちょうど、遠征やってることだし。タンクをレベルアップさせてみるか、迷ってる最中。もなか。ふむ。チーム遠征でも大門くん強いみたいだからね。うむうむ。で、この大門くんが、記念すべき5人目の神話キャラだよ。神話キャラ5人で、何かなかったっけ？大事なのがあるよ。これこれ。ああ、図書館のやつね。うむうむ。スターフィールドの劣化座。2個目をアンロックできたので、選択ガチャで、欲しいキャラ2体確定できる。それは助かるねー。助かる助かるとっても助かる。じゃあ次は誰をもらうの？あと1体もらえば、選択ボックスに残ってるやつと合わせて、8体になって神話化できるタシーちゃんかな。タシーちゃんもらっても、もう1キャラ選べるね。あとはどうするか決めてないよ。ファリオさんは少し前に当たって、8体になったし。ナーラさんは、選択ボックスに残ってるの合わせると8体だし。フォークスさんもあと1体で8体なんだけど、優先してもらうべきかどうか。エピックプラスで止まってる、ロザリンちゃん優先の方がいい気もするし。メイドロボは、前回取り上げた海外パイセンのランキングで、ブライトの中では、ロワン君に次いで優先順位2位だったね。うむうむ。まあ、神話キャラ10体にすれば、選択で3体選べるようになるから。神話にできそうなやつを優先するのも良さそうだけどね。そうだね。まあ、好きなように決めればいいよ。うむ。現在はこんな感じ。ふむ。シェミーラさんとダイモンくん、親子揃って旅館暮らしか。エチオさんがまた、女性の部屋に押しかけてるけどね。さすが女ったらし。あと、ファリオさんも神話化できたので、エチオさん除くと今は神話キャラ6人だね。あと4人で10人か。タシーちゃん、ナーラさん、フォークスさんがもうすぐだから、なんとかなりそうかな。ふむ。ババリア勢がいないね。ババリアは、サテラさんが6枚。以上。ババリア遅れてるね。一番欲しい、サフィアさんは1枚しか当たってないからね。1枚はきつい。まあダイモンくんも、最初でないと思ってたら、その後ポンポン集まってくれたし、なんとかなるでしょ。ふむ。さてー。チーム遠征がどうなったかという話だけど。今日で開始から9日なのかな。多分それくらい。前回のお気軽申請だと、ゲートに突破できるかどうかくらいだったと思うけど、栄誉申請だとさすがにこうなった。もうみんな、ラスボスに張り付いてるのね。うむうむ。こんな感じに削れてる。アインズさんが半分近くになってるね。うむうむ。で、両国人はどれくらい進んでるのかね。公爵になるためには、1回の攻撃で、4500万のダメージを与えないといけないんだけど。だけど？無理だった。城下町にには勝てたの？そっちは勝てた。一回横取りされたりなんかしてムッカーってなったけど勝てた。横取り。で、今はどれくらい育ってるの？レンジャーがこんな感じ。レベル5さんか。これでも4500万いかないのね。右下取った方が良かったかもしれないけど、30万もするので。あと、サポートはこんな感じ。レベル4レイか。サポートをもっと育てるべきか、レンジャーをもっと育てるべきか迷うよ。または大門くんのいるタンクを育てるべきか。タンクはまだレベル3なんだけどね。ふーむ。なんか、4500万早くしないと、アインズさん倒されちゃいそうだし、ちょっと焦るね。アインズさん倒されると、アルベドさん攻撃しないといけないし、そうなると、うちの貧弱な明治軍団でなんとかできるのかどうか。明治はもうすぐレベル4なんだね。でもレベル5まで育てるとなると、そうそう、今さら気づいたんだけど、城下町を攻める場合は注意が必要だね。何かあったの？こういう表示が出てる城下町は、陣営制限がかかってるので、なるべく避けた方がいいよ。そうなんだね。指定されてる陣営以外で攻めると、いきなり HP 半分になったり、ピヨピヨなったり、ろくなことはないよ。で、制限がかかってない場合はこんな感じ。さっきみたいな表示がないね。うむうむ。最初、それに気づかなくて苦戦してたので、要注意だよ。まあ、気づかなかったのはヨウコだけかもしれないけどね。え？いやマジで。まあ今回はこれくらいにしておこう。
なんで勝利者みたいな態度なんだ。ということで、サラダバー。逃げたな。まあ、逃げるのも大事だけどね。36系逃げるにしかずっていうし。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは。